はい、こんばんは、タカです。今朝方、注目されていた FOMC も過ぎて、ドル売りの流れが続くのかどうか、まずそこ見てみたかったんですけども、発表直後に下の方に一度突っ込んだんですよね。その安値をまだ割っていません。かといって反転の流れが出ているわけではないので、まあ、今のところ方向感は出ていないということにはなりますけども、朝方の安値も昨日の高値も戻り高値ですね。遠い位置にあるわけではないので、まあ、どちらかには抜けてきそうな感じはありますね。今日これから夜にかけてドル売りの流れがまた出てくるのかどうか、そこは注目したいと思います。はい、こちら、通貨の強弱チャートになります。多少ねドルが買われているような状況はありましたけども、まあ、ドルインデックスを見る限りね、戻り高値を抜けているわけでもないので、まあ、この辺りはさほど大きな値動きとも思わないですね。今注目しているのがこのポンドの買い、そして5ドルの売り。朝の動画でも話はしましたけども、まずはこのポンドですね。ここ最近ずっとポンドというのは強いんですけども、ポンドドルで見た場合、戻り高値もしっかり抜けてきて、高値でのポンドの買いというのもしっかり見えていますので、このポンドの買いというのはね、この流れには乗っていきたいなと思っています。逆に5ドルのこの売りですね、これも朝の動画で話はしましたけども、先週、5ドルがとても弱かったおかげで、チャート的に見ると戻り高値という抵抗がね、できてしまっています。今週に入って持ち直しています。まあ、短期的には戻り高値抜けている場面もあったんですけども、まあ、こういった形で売りが出てしまうとやっぱり弱さというのが気になってしまいますね。このあたりを中心にチャートの方を見ていきたいと思います。はい、まずはこちらドル円の1時間足、日足を重ねています。昨日の高値を一瞬超える場面がありましたね。まあ、逆差し値も引っ掛けたような形になったかと思います。ただ継続した流れにはなっていないですね。上に引っ掛けただけといった形になっていますので、今のところは方向感があるようには思えないです。安値の更新というのもまだ見られないので、このあたりのレンジ相場という形になってくるんですかね。週足や月足で見ても十分な形にはもうなっています。時間調整を考えても今週はこのあたりで引けてしまう可能性がやっぱり高まってきたのかなといった感じもします。この下落トレンド見ています。日足の安値更新ですね。この流れも見ていますけども、仮にこの流れが止まったとしても週足を見れば安値の更新は続いています。月足もレンジからの下抜けの形ができてしまっています。来週またこの持ち合いからの下の離れ、安値を試す動きというのが出てくるんじゃないかなとは思っています。ということはね、まあ、短期的に戻るような場面が出てくれば、まあ、そこは一旦売りを狙っていくような形でいいのではないかなと。まあ、例えば今日であればこういった動きもそうですけども、おおよそこのあたり105円の20あたりなんですけども、このあたりには抵抗があるんではないかなと見ていますので、短期的にねここをバックにショートを狙っていくという流れは今後も見ていこうかなと思っています。はい、こちら15分足、4時間足を重ねています。4時間足が昨日からレンジを作っていて、この流れから抜け出せない状態も続いていますね。ざっくり見てしまえばこういった下落の流れと止められている場所と流れが全然違いますよね。こういった場面でショートをどんどん狙っていく、多少リスクを取っても下を叩いていくというのは問題ないと思うんですよね。ただ今ね、まあ明らかにこの流れが止められているこの場所でリスクを取ってどんどん攻めていくというのは、少し割には合わないんじゃないかなとも思うんですよね。特に、まあ、こういった飛び出したところでトレードをするのはね、全然いいと思うんですけども、この枠の中ですね、細かい動きの中でトレードをしてしまうと、いつの間にかね、まあ、小さな波を追いかけてしまうような形になって、気がつけば大きな波を見失うことにもなってしまいますので、あまり小さな波を追いすぎないように。日足で見てもトレンドは一旦止められている形にはなっていますので、焦る場面でもないです。一歩引いてチャートを見てみるのも全然いいかと思いますね。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。昨日高値引きしたので、この高値を超えてくる動きぐらいはすぐに出てくるかなと思っていたんですけども、まだこれは高値は超えてきていないですね。今日の流れを見てもユーロに関してはあまり動きが出ていません。多少ドルの買い戻しがあったということで、まあ、ユーロドルは下の流れが出ていますけども、方向感のある動きというわけでもないですね。引き続きこの上昇の流れというのを見ていますけども、まあ、かなりこの上昇の流れも長いこと続いていますので、高値圏でのレンジ相場もしくは調整の流れというのが出てくるかもしれませんね。まだチャート自体は崩れていません。押し目買いを狙っていく形で全然いいと思うんですけども、高値をつかむのは少し怖くなってきたかなと。徐々に上値は重くなってきたかなとは感じますので、まあ、ロングをする際には押し目をしっかり待ちたいですね。はい、こちら15分足、4時間足を重ねています。4時間足トレンドで見ていくと綺麗な波が見えてきます。押し安値を割ってないですよね。なのでまだどこかで買いという場面です。朝からズルズル下がっていますので、まあ、押し目買いを狙っていくにしても、この流れが続いてしまうとなかなか入るタイミングというのがないですね。いつの間にかだいぶ押しも深くなってきています。前回はここでレンジを作っていますので、もう目の前には前回のこのレンジの高値圏も見えてきています。
そろそろ値動き的にも何らかしらの動きというのは出てきそうな気はしています。なので、まあ、このあたりの動きに注目して反発するような流れ、サポートするような形が見えてくればね、そこはロングを狙っていきたいなと思っています。ユーロドルはなるべく引きつけてのロング。ユーロドルはこの 1.17 の上で推移しているうちは、今のところはロングを考えています。そして割り込むような形になってくると、だいぶ目線は変えていかないといけないかもしれませんね。はい、変わりましてこちらポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドドルも、まあ、ユーロと同じく昨日の高値は更新していません。少し上値は重いかなといった形になってしまっていますけども、まだこの上昇トレンドが崩れているわけではないです。サポートを確認してのロングを狙っていきたいという目線にね、変更はないですね。あとは、強弱チャートでも見てもらいましたけども、今日はポンドは買われています。高値圏でもしっかり買われているんですよね。そういった流れも含めて考えてみると、チャートはまだまだ強い。ポンドも高値でしっかり買われている。ドル売りの流れは一旦止まってしまっていますけども、まだ戻り高値も抜けていない、ドル買いの流れになっているわけでもないです。ポンドドルはまだまだ買っていけるんではないかなと思っています。はい、こちら15分足、4時間足を重ねています。短期足で何度か下に試すような動きが出ていますけども、まあ、4時間足のサポートがしっかり見えていますよね。このあたり 1.29 の60から70あたり、このあたりのサポートをまずは見ていきたいなと思っています。トレンドで見ていくとこういったトレンドが見えてくるんですよね。押し安値もしっかりあるんですけども、今のレートから見てみるとだいぶ離れてしまっています。このあたりでロングをしてね、押し安値を割るような形まで引っ張ってしまうと、だいぶこれはリスクを取ることになってしまいますので、まあ、それはちょっと難しいかなと思います。なので、まあその手前ですね、今はこの 1.29 の60、70あたり、このあたりの4時間足のサポートというのが見えますので、ポンドの強さを信じるんであればね、このあたりをバックにロングを狙っていくというのは悪くないかなと思っています。割り込むような形になってしまえば一旦は撤退の形になりますけども、まだこの押し安値を割っているわけではないので、短期的なこういう下落トレンドが見えてくることになるかと思うんですけどもね、このトレンドが崩れるタイミングというのを見てサポートされれば、再度この上昇の流れには乗っていきたいなと思っています。はい、こちら5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドルドルは明らかに昨日の日足の安値を割ってきてしまいました。ちょっと流れが悪いですね。この上昇トレンドだけを見ていけばね、強いチャートなんですけども、僕はこのあたりの天井圏を少し見ています。先週のこの売りですね、この売りがどうしても引っかかるんですよね。詳しくは朝の動画で話をしていますので、そちらをご覧になっていただければいいかなと思うんですけども、まずは今週ですね、週足がどこで閉じるのか。はい、こちら重ねてる足を週足に変えてみました。先週の週足の出来高の大部分はこのヒゲの部分になるんですよね。実体部分は出来高はほとんどありません。つまりこのヒゲの部分では売りが強かった、今週はじゃあどうかというところなんですけども、今週は今日、そして明日で閉じることになります。今日明日の流れでこの下への流れが出てしまうと、2週続けて出来高の大部分がヒゲということになってしまいます。まあ、それだけ売りは強い、上値は重いということになってしまいますので、下への流れが出てくるかもしれませんね。現状はまだわかりません。なのでこの週足が閉じるタイミングまでしっかり見てみたいなと思うんですよね。まあ、5ドルに関しては僕は今のところ少し乖離的には見ています。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。4時間足ナビで見ていくと、この戻り高値を抜けてきたこの流れが見えるんですけども、4時間足が、あと3分ほどでこれも閉じるんですけども、この押し安値を割ってきてしまっています。4時間足のこういった上昇トレンドは一旦止められたということになりますね。となると次の波を見ていくことになります。この高値を起点とした下落トレンドが一つの可能性、まあ、もしくはね、この辺りでレンジを作るかもしれません。まあ、それはこの後の流れを見てみないとわからないですけども、少なくともこの上昇トレンドを見ての買いをどんどん狙っていけるような相場ではなくなってしまったかなといった印象です。特に下の流れには注意したいですね。今日そして明日ですね、5ドルの売りには注意をしたいと思います。はい、変わりましてこちら5ドル円、1時間足に日足を重ねています。この高値を抜けてきたこの上昇波、この上昇波だけを見ればね、チャートはかなり綺麗だったんですけども、この押しがかなり強かった、そして今はこのレンジを作っていたんですけども、日足が下に抜けようとしていますね。この上昇波の押し安値、この辺りになるんですけども、悪いような形になると少し流れは変わってきてしまいます。この高値を起点とした下落トレンドも見えてくることになります。5ドルドルを見ても思うんですけども、この5ドルの上値の重さというのがすごくね、感じてしまいます。チャートの方もね、少しずつ、でも確実に崩れてきていますので、まあ、今5ドルを買っていくというのはリスクは大きいのかなと思ってしまいます。むしろショートを狙っていくという選択肢も出てきたかなとすら思います。今のこのチャートで見れば、このレンジからの高値、この辺りをバックにショートを狙っていくという形ですね。
まあこのチャートはね、1時間足になります。少し時間軸大きくなりますので、もう少し時間を絞って見ていってもいいかなと思いますけども、5ドル円に関してはこの75円のミドルというのがこの戻りの抵抗に見えてきていますので、このあたりをバックにショートを狙っていく、こういった戦略も頭には入れていきたいなと思っています。はい、こちらニューヨークダウの CFD、 1時間足に日足を重ねています。株の上値の重さというのはずっと感じていました。例えばこの高値圏で2度高値を試した後のこのネックを割れた動き、その後レンジを作っていたんですけども、このレンジというのはどうしてもこのネックを超えることができなかったんですよね。そして今日はこの日足のレンジから下に抜けるような動きを見せています。まだ日足は確定していません。なので分かりませんけども、リスクオフの流れというのはどうしても見えてしまいますよね。ということは、まあ為替で見ていけばドルや円が買われやすい環境、なので、まあ、ドル円に関しては少し分かりづらくなってしまいますけども、例えば円を買われるということであればクロス円ですね。そして弱い通貨となれば今は5ドル、つまり5ドル円のショートというのは機能してくるかもしれません。先ほど5ドル円のチャート見ましたけども、少し崩れていましたよね。まだこれ日足は確定していないので、まあ、そのあたりの不安はありますけども、まあ、下の流れを見てもいいんじゃないかなとチャート的には思ってしまいます。つまりリスクオフの流れをしばらくは見ていきたいなと、この日足がどこで確定するのかも見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、今日に関しては5ドルの売りというのがとてもよく出ています。株が崩れているというのも大きいかもしれませんね。まあ、そうなってくると円買いの流れも今後出てくるかもしれません。ドルの流れというものも当然ね、見ていきたいんですけども、今のところちょっと方向感出ていないので、まずはリスクオフの流れを中心に考えて円買い、そして5ドル売りの流れ、5ドル円を見ていきたいなと思っています。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。